はい、皆さんこんにちは、タートルです。いや、今回ね、むくみ改善の朝食ということで、タートルがいつも飲んでるドリンクを紹介しようと思います。午前中っていうのはデトックスの時間にあたるので、この午前中にですね、例えばパンとか、あとはご飯がっつりとか、ああいう感じはですね、おすすめできないです。で、今回ドリンクを作るんですけども、できればですね、このようなミキサー1個ね、あるととても便利です。いろんな栄養をね、ミックスしてミキサーかけてね、簡単に取り入れることができるんで、まあ一つね、購入されることをおすすめします。で、今回ね、これにですね、バナナを1本入れます。1本、これ冷凍ブロッコリーを入れます。もちろん作って蒸してね、用意してもいいんですけども、もう冷凍の方が手っ取り早いです。でね、冷たく美味しく飲めますんで、まあシェイクみたいになりますからね。なので、これ冷凍ブロッコリーおすすめです。だいたいね、まあ1パックの半分ぐらい。これコンビニに売ってるね、150円ぐらいのブロッコリーなんですけども、これ半分入れます。こんな感じで入れていきます。ブロッコリーがね、食べるの好きな方もまあいるかもしれないんですけども、あんまりまあね、食べ応えはあるけど美味しくはないですよね。なんでこうやってミキサーかけてね、取り入れることをおすすめします。ブロッコリーはね、すごいカリウムが入ってますから、むくみの改善にはね、すごい王道な野菜になります。これにね、牛乳を適度に入れます。牛乳っていうのは乳製品なんで、あんまり取っちゃうとね、便秘になる方もいるかもしれないんですけども、適度に取るぐらいならね、 OK です。これにプロテインを入れていきます。ちっちゃいスプーンにね、3杯ぐらい。こういった感じです。持ってない方は別にこれからはね、いいです。まず、タートルはグルタミンを入れます。グルタミンはですね、筋肉を守るといったイメージのサプリメントです。これにクレアチンを混ぜていきます。このクレアチンはですね、女性はまあ取らなくてもいいかなと思います。クレアチンは体の水分を溜め込みやすくなりますから、逆にね、タートルのこの今の分は、むくみ改善ということなんで、クレアチンは、持ってない女性が多いと思いますから、これは入れないようにしてください。これで牛乳が足りない場合、もう少し足します。で、これで蓋をしてですね、これでミキサーかけていきます。はい、これでもう完成です。このね、朝食の作る時間がない人にもね、こういったのおすすめです。2分ぐらいあったらね、できますんで、朝食を抜いちゃうとですね、逆に体のデトックスが悪くなったり、便秘になったり、朝食取ってないがために午前中のね、エネルギー消費が下がってしまったり、あんまり朝食抜くのはね、良くないんで、こういったね、固形物っていうのはまた消化に負担かかっちゃったりするんで、こういった飲み物がね、ベストです。卵をね、たまに入れたりもするんですけども、今日はなしということで。これはですね、ブロッコリーの粒があるんで、粒関係なくゴクゴクっと飲んでもいいんですけど、この粒をね、もぐもぐしてると結構ね、満腹感ありますんで、これ朝食にはね、とっても最高です。朝からコーヒーグイッと飲む人もいると思うんですけど、コーヒーっていうのは酸性の飲み物ですから、やっぱりこういったね、酸性じゃない飲み物を取り入れてあげて、固形物じゃないドリンクで午前中の胃をですね、ゆっくり休ませてあげて、栄養をしっかりとると、バナナとブロッコリーのカリウムでですね、午前中にしっかりむくんだ体を排出するようにすることをおすすめします。だいたい 500mg あるんですけど、いっぺんに飲むのはね、結構しんどいんで、だいたい2回に分けてね、タートルは飲んでおります。プロテインをね、持ってない方はね、卵をね、できれば1個か2個入れることをおすすめします。というのも、やっぱりタンパク質が不足するとですね、筋肉の分解が早まってですね、リバウンドしやすかったり、また筋肉つきにくかったりしますんで、今みたいにね、プロテインがある方は入れればいいんですけども、ない方はね、卵1個か2個混ぜれば結構ね、同化しちゃうんで、ちょっと泡立ちますけど、味にはね、あんまり変わりがないんで、卵生で入れるのって苦手な方もいると思うんですけども、
まあ、ぜひ入れてみてください。まあ、これにね、もっと美味しくしようと思ったら氷入れたりとかね、してもいいんですけども、冷凍ブロッコリーはね、もう凍ってますから、冷凍ブロッコリー入れると、もうシェイクみたいになるんで、まあ、できればね、溶けてるブロッコリーとか、まあ、作った、蒸したブロッコリーを冷凍してやってもいいんですけども、まあ、売ってるね、冷凍ブロッコリーがおすすめかなという感じになります。まあ、もちろんこれにね、レタスとかね、まあ、いった、葉物のね、野菜を入れても、OK です。ただちょっと葉物ってやっぱりミキサーかけても粉々になりにくいんで、まあ、ブロッコリーぐらいがね、綺麗に細かくなるんでね、おすすめではあります。といった感じで、今回むくみの改善のダイエットドリンクでした。よかったらグッドボタンやコメントもお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.